なんかちょっと僕はちょっとようわからないんですけど、西村ほのかさんで合ってる？名前3億。西村ほのかさんかな？元ラストアイドルの方やんなってなんか言ってたやんな、さっき。なんか、その方が、なんか、自身の、なんですか、カリフォルニア州サンブルーノに本社を置く動画共有プラットフォーム、YouTube で、なんか、なんですか、なんか、ベリーウマーバってなんか、言ってたみたいなのを、ちょっとなんでしょう、言ってますよ、みたいなのを、数人からメッセージ来まして、誰なんやろ、みたいな感じやったんですけど、なんか、なんか佐野くんが「わーえー!」みたいな「これすごいちょっとすぐピザ取ります」みたいな「すぐピザとお寿司取ります」みたいな「どれがいいですか?」みたいな「松でしょ」みたいな「梅じゃないです松です」みたいな「あそうなんや」というかまあほんまに嬉しいというか僕自身はそんなにねそのアイドルの方っていうのは。あんまりね、申し訳ないですけど、見なくて。そうなんです。だから、ラストアイドルでやってる？なんか、ね、ファーストアイドルだっけ？ラストやんな。エピローグアイドルやっけ？ラストやんな。ラストアイドルさんは、なんか、バトル形式でやっていくっていう形のアイドルやったらしいね。もう解散してるんやっけ？なんか。な。まあちょっとそういう形らしいですわ。まあそれほんまに嬉しいですけど、でもその嬉しさっていうのは引きずるもんでもないというか、本来はね自分の中で嬉しいなっていう噛み締めるものやと思ってるんで、もう切り替えていつも通りの謙虚な感じで今日も料理やります。で今日はねいつもの感じでチキンラタトゥーユ、普段通り作っていきたいと思います。ね、ほんまにいつもの感じでいきます。じゃあまずこちらですね。バトル、あ、バトル、えー、バ、鳥。鳥です。鳥をご用意してください。で、いつも通りもも肉を切ってますので、はい、こんな感じで、用意してください。この2つはほんまに用意してほしい。ラストアイドル、ナスとオニオンします。ナスと、オニオンをこう、このピーマン、ピーマン、すいません、ピーマン、ピーマンじゃ、ピーマン、ピーマン。君は何キャラット？あ、違う、キャロットですっけ。用意してください。青春シンフォニー、あ、違う、トマト。トマト。同じですね。だからもう、全部一緒に、することが、大切なんで。ちょっとこれでね、つんくっていきましょう。作っていきましょう。これでグッてこう押します。だからこれはほんまにラストアイドル、あ、じゃあマストアイテムか。これをこれで。で、これね、メーラード反応が、起きますので、これで、起きてきたら、こういうふうに、返せばいいじゃないですか。返せばいいじゃないですか。いいじゃないですか。500万でも1000万でもなんぼでも出すわ。この代わり私は口も出します。モソルト。
ちょっと一旦このラブコッチにちょっと置いときますね。一旦この休めるんで。こうでラブコッチ。あ、ちょ、こっち。こっちに置いとき。エクストラバージンオリーブオイル。ガーリック、うん、キッスの予定ある方あの抜いてください。僕幸いキッスの予定なかったんでこう入れてますけど、これキッスの予定あるよって。ちょあるわ、俺あるわ、すいません。そう、完全に忘れてあ、ないわ、すいません、なかったです。一切なかった、一切か、まあそのちょっとなかったです、すいません。はい、なんで入れますね。これ入れることによってガーリックの西村ほのかな香りがほのかな、はい、ほのかに香りますので、これ入れてください。ここにもモソルト、それぞれモソルト、エクストラバージンオリーブオイル、まあ、大体これぐらいが一人前かなっていう感じですね。まあまあ俺にとったら大体みんなで言う6人前ぐらいだとは思います。ここにボールチキンガラスープ、ブラックペッパー、好きで過ぎてしょうがない、しょうが、しょう入れます。スパイス最後に振りかけたいんで、ちょっとあれやね、まあいつも使ってるディルやね。ちょっとこれを振りかけたいと思います。いただきます。ちょっと角のようなうん、いや、ベリーうまば、いや、素晴らしいね。いろんな食材がこう相まって、もう完全に口の中にインクルージョン空間ができてますね、これ。いや、すごいわ。うん、何回でも食べたいね、これ。これほんま、ラストアイドリー、何ビミともやね。何ビミとも、何ビミとも、傷つけたくはない。いやー、ほんま。口潰そうやろ。ほんまにうまいし、エヤジうまんつ、エヤジ坂東エイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、大浴場でうーわ、もう今日貸し切りやこれって言ってましたけど、6人ぐらい人いますよ。全然貸し切りじゃないんで、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。